俳優の川口春奈が4月期の TBS 系金曜ドラマ9ボーダー読み9ボーダーで主演を務めることが決定した。 TBS ドラマに出演するのは2021年の火曜ドラマ聞かざる恋には理由があってで主演を務めて以来3年ぶり。また物語の主軸となるボーダー世代3姉妹の姉妹役として日南遥か畑めぐみが出演。俳優界の各世代で輝きを放つキャスト陣が初共演する。本作は19歳29歳39歳といわゆる大台を迎える前のラスイコール旧ボーダー真っただ中の3姉妹が父の突然の失踪を機に一つ屋根の下に集結。ラブ、ライフ、リミットの3リットルをテーマにモヤモヤや焦りを抱え幸せになりたいともがきながら人生を前向きに進んでいく姿を完全オリジナルで描くヒューマンラブストーリーだ。